んにちは、キリナミユヒです。桜川京都です。ダニエルユウです。はい、今日は久しぶりに3人で、はい、真っ黒で、真っ黒で、真っ黒で、黒い3年生です。3年生、あ、見ましたか、あれ。何をですか。背脂見ましたよ。ね、あれなんかこうエチュードとか言ったけどね、結局なんかエチュードじゃなかったんだよね、なんだかんだでね。はい、まあエチュードっぽいエチュードじゃないみたいな。何を言っとんだか。台本ありです。なしです。いや、あったか。ぼちぼちあったんで。はい、またプリンも、はい、またまたやっていこうと。何固まってる。それでは自動便利、はい、スタートです。はい、今日のコーナー、イエーイ。今日のコーナーはですね、じゃじゃーん、はい、それぞれホワイトボードを持って、お題をお絵かきします。はい、音、お題でお絵かきします。はい。ということで早速行きましょう、行きましょう、はい、行ってみよう。今日のお題はじゃじゃん、ハットリくん、忍者ハットリくん。おー、兄貴、山を越えた、谷を越え、僕らの町へやってきたハットリくんが、どんなやったかな、やってきた、ひよこにしかならへん、どんぐりまなこにへの字口や。先生、思い出した。うん、どんぐりまなこってなんだ。どんぐりまなこにへの字口、もへじみたいな感じ。はい、終了。ハットリくんにどっちでも見えへんねんけど、誰が一番うまいかな。ダニから。じゃあダニから。じゃじゃん。手見せて。何これ。ハットリくん、いや、これ腐り方見た、これ。あー、来てる来てる、そうだ来てる。これバッテン当たるよ、顔に。おっとっけ、あったあった。ケムマキくんじゃない。ええ、違うか。顔にバッテン当たるでしょ。おっとかな。うん、で、口が溜まったの。おー、なんかこうなっとったね。で、ズキンかぶった、青いズキンを。ズキンをね。で、臭い肩びらがあって、うん、これね。まあ、でも忍者っぽいね。まあ。次、じゃあ京都ちゃん。はい、京都、これです。じゃじゃん、釣った？それを見せて。はい、あ、ハットリくん、あ、ハットリくんが超うまい、ヤッホー。そうや、こんなんやん。どれないわ。じゃあ次、私。はい。みんなびっくりせんとってね。どう、見てください、ないない、あれ二人。いや、これ書いたんだけど、なんか違うと思って書き直したんだけど、これってね、これさ、これサンリオ。なんでカービィこんな目です。どんぐりまなこにへの字口だろ、くるくるほっぺに覆面姿だろ、こんななったんけど。え、口ってこんな口でしょ。こんな、なんかトワット、こんな口トワット。それスネオくんじゃない。正解。え、見えへんねんけど、もうちょっと下にして。まず上。あ、そうそうそう。ああ。うまいな、やっぱり。やった。いや、目はこんなんやと覚えとったんやけど、私、明らかに違う。うわ、眉毛いらなんだ。はい、これどうもおっさんにしか見えへんくなってんで。そうですね。なんかサンリオやちっちゃいおっさん。じゃあ次、優勝は誰。京都ちゃん、イエーイ。私うまいはずやん。はい、次。はい、え、食パンマン、食パンマン様。ああ、トースター山やね。食パンマン様は嫉妬で、みんなに。はい、できた。できたよ。あ、ついた。一番、京都ちゃん。京都ちゃん、京都ちゃん。あ、なんか自信ないな、これ。どうぞ。はい。どう、当てて。あ、こん
んな話しとった。そうだそうだ。なんかでもなんか日曜日のお父さんみたいな。かっこいいじゃんねこれ。日曜日のお父さんの服着てるの。次私。じゃじゃーん、これはうまい。え？うまいっしょ。S って書いとんだよ、ショッパンマンは。マジっすか。マジだよ、この子すごい。すごい。S って書いとんだよ。すごい。じゃあ、あ、でも結局鼻は諦めたんですね。鼻なかったとか取った。ああ。ないと思う。な、でもそんな話取った。何それ。クリボー？これ膨らんどったら頭膨らんどけど、キノコさんじゃないですか。キノコだよねこれ。エリンギマンでしょこれ。そうですね。しかもこれはアンパンマンしかないからね。ニコちゃんマークは口開いてもとるし。ああ、ほっぺ、ほっぺ、ほっぺがあったんだ。あ、でもちょっと日曜のお父さんみたいなエリアな、本物もでしょ。うん。イエイ。あ、京都ちゃんか。おかしいな。ありがとうございます。おかしいね。やばいな、このままでは。なあ、私、画伯なのに。画伯ちゃんやん。画伯なのに。ラストだって。ラスト。鉄腕アトム。出た。鉄腕アトムね。髪型思い浮かべんけど。なんかコナン君っぽいよね。いや、コナンじゃなかった。尖っとったんやけど。できました。はい。じゃあ誰から行く？京都ちゃん、またっすか。よっしゃ、うまいってことだ。なんか自信。どうぞ。あんなアトム感がないんですけど。おー、うまいな。なんかやっぱコナン君っぽいね。コナン君っぽいですか。あと、あ、耳6なんだ。え、6じゃなかったですか。富士見たいかと思って。不死身体だよ、ここがこ。次は私。驚くなよ。どう？どう？あの四角ありましたね。ここな、ここなんかこう。コマーシャルでね。牛乳とか入れるとこやろ。エネルギー源を。うん。カポット。牛乳なんですか？カポット。カズット。な。カドリッジ締めですね。コマーシャルでも開けてましたね。そうそう、ここでね。うんうん。こうなんでしょ、あともう。やばい。どう？なにこれ？いや、出たね。ニューゆるキャラ。うさぎロボット。やっぱドアあるやん。ドアあるけど。パンツ多いっす。なにやろね、これね。ニューゆるキャラだね。あー、いや、その頭尖っとの2本あるなと思っとったんやけど、私3つあるね。そうですね、なんか多いなと思って。私3つあるね。そうやった、中学生みたい。中学生ここついとんやな。あのハンバーガー好きな中学生みたいな。あ、ビッグボーイだねこれ。そうそうそう。これはニューゆるキャラだね。これでも自殺したら怖いんちゃう？なんかアシモみたいな名前つけたっていいんちゃう？ウサモ。かわいくないこれ。あかん。ダメだそうです。かわいいけどな。じゃんじゃん。アトムなんだろう。アトムです。優勝者はやっぱり京都じゃ。やったー、ありがとうございます。3勝やん。いい。はい、ということで、はい、結局3勝で京都ちゃんがもうまいか、うまいのか。うーん、でも絵のうまいのと覚えてる絵を描けるのは違うから。そうやね。負け犬の遠吠えが。いやだって絵うまいで私。ショーとか撮ったことあるで、小学校の時。
あれ中学校の時も、うん、あれ楽しかったですね言うとこ、なんか言うたら言うだけすごい虚しくなるね、こういうのね。はい、はい、まあまあまた今度、うん、今度ちょっと私人から練習しとこわそうそういうの言ったらあかんやな、バレてまえた。なんか結構ひそかじゃなかったですおっぴらげに練習しておきますということで、はい、はい、今日はのどあめ TV ここまでおしまい。さよなら。さよなら。